今日はバトライドウォー2を体験させていただきます。ゲームできるってこと？そうそうそう。フォームチェンジとかでやりたいですね、私。フォームチェンジは丸ボタン。違うわ、まだ。うわー、褒めることもなく。けどランクは C なので、みんな一緒やん。戦が2人いて、映画に出てきた音谷が、あ、そっちがいいです。スタート。前回からの成長が見れるのか。キバも前作からかなり技の部分に改良を加えているので、いろんなフォームでフォームチェンジをしている。R1 ボタンと下ボタン。すいません、なんか勝手にバッシュになりました。ちょっと姉さんめっちゃ成長してるじゃないですか。私ガルルがいい。あ、来ました。どうも。ですいません、なんかすごい。どうした？そのまま R2 ボタンを押すと、うわっしゃい。すごい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 。いいね。マント力ビート。おお、これ口開いちゃうね、ゲームって。13分10秒。やれやれやれ。かっこいいわ。すごい。おお。あ、いきなり出てきたよ。あ、すごい。あれ？いいですか？はい、そこそこですか？ C ランクの大丈夫です。よかった、よかった。とりあえず安田には勝ちました。はいはい。もう早いもんね。分かってますよ。さすが。じゃあ電王をね。早い。もう動き始めてた。で、電王も R1 ボタンを押して下ボタンを押すと、おお、慣れた。いや、スムーズですね。やかましい。アシストゲージは全部がたまる。で、今アシストゲージたまってるので、この状態で L1 ボタンと三角でゼロの巣が仲間に。はい、ドキッとしちゃった。おお、きたきたきた。すげえ。で、協力して3秒。このフォームチェンジがやっぱり醍醐味みたいなところがあるんで、そうですね、新しく加わったフォームもあるので。おお、よし、分かってきた分かってきた。今まで分かんなかった。なんとなくつかめてきた。すごいよ。だってあと5秒だ。うわあ、必殺技使いたかったな。究極フォームになれると、さらにまた新しいフォームの方が見れる。なるほど。あ、でも意外とでも低い。あ、本当だ。低い、もしかして。いやいやいや。低いよな。じゃあ次。はい。私がでも先にやりたい。後輩なんだから後でしない。はいはいはい。後輩なんだ。じゃんけんしようよ。だってね。私ねも。そうですね。強いよ。強い。もちろんなぎなたモードにもなるので。はい。いろいろな技が。え、めっちゃ強いじゃん。いいよ。俺は行くぜ。やばいやばいやばい。いや、もう慣れる。すごいよ。こんなじゃない、初めて見た。びっくりした今。オラって言ってたよ。下ボタンを押すと。めっちゃ稼いでんじゃん。フォームチェンジも。ジンバレも。おお。もちろん。ソニックアローですね。ソニックアローも使える。また R1 ボタンを押して、で、いろいろなフォームにもチェンジ。ああ、なるほどなるほど。打ってきたわ、ちゃんと。下ボタンを押すと、おお、すごいもの。フォームチェンジが。で、ファインアイアンを使った攻撃が。龍拳、龍拳。いけ、龍拳。かっこいいな。うわ、すごいね。いいよ。じゃあ、いちごみたい、いちご。いちごいきますか。ここでストップして。難しいね。お、来た。いきますよ。もちろん一国内での攻撃が。おお、なんか可愛い。すごいよ。めっちゃ投げてみた。あ、すごい。おお、でも。エリカに勝ったよ。そう。イエーイ。って聞けたからね。びっくりさ。おお、いきなり飛んだね。お、やり慣れてる感が。いや、ハンバー。魔法ジファ。もちろんフォームチェンジもします。できるので。スムーズだな。え、すごい。いろんなフォームが。ハリケーンコンボ稼げるんです。ハリケーンドラゴンにももちろんなれるので。おお、すごい。やり込んでる感が。本当ですか？すげえ今緊張してて。ミストは L1 と三角で。あれ ？L1 と三角。はい。こうか。出た。ちょっとでも。一緒に戦ってくれる。何度？必殺技したいな。見たいね。ね、見たいね。もうちょっとでゲージが溜まるので。リスト頑張れ。頑張れチー。私のウィザード。溜まった。来ました。わ、めっちゃ綺麗。イブニテ。すごい。イブニテめっちゃ強いやん。どこで究極フォームですか？あ、終わっちゃった。惜しい。だって周りショッカーいなかったもん。いや、そうだね。でも全然いってないや。お疲れ様です。でもやり込んだちーちゃんがこんな楽しめるってすごいね。めっちゃ楽しかった。はい、皆さんプレイしていただきましたが、どうでしたでしょうか。楽しかった。本当ありがとうございます。ありがとうございます。すごくこうレベルがアップしていて、楽しさが増してるのが倍増した。ながら成長してたし。そうだね。成長してた。成長したからっていうわけじゃないんですけれども、こんな私たちと勝負いたしませんか？調子乗った。ちょっと勝負しちゃおうかななんて。いいね。もちろん。はい。あ、本当ですか？なんかうちら勝ったらご褒美なんかちょっと負けちゃったりだけ。わかりました。持ってきた。軽いな。なんか優しいな。このゲームを皆さんに。わー。じゃあ分かった。でも私たちがもらっても意味がないから、もらったゲームを私たちの6月の25日のイベントでファンの皆さんにプレゼントします。頑張ろう。みんなのために頑張って取ろう。そうだね。皆さんのために。僕よりももっと強い。え？あ、待ってた。そりゃプレゼントくれるって言うわ。仮面ライダーバトライドボールも担当してます。KBJ です。よろしくお願いします。もうちょっと今日は社会の厳しさをね。なんか取材の時は優しいのに。もちろん。ブレイド。使ってないアリと。おお。さっき教えてもらったことを。そう。生かすんだ。四角でバツとかをしたりするといいよ。動いて前進んで。いっぱいいるとこに。だってあっちすごいな。うわ、めっちゃバッターしてるね。もうゲージが。で、まあ今回。うわー、早い。はー。これってガールズメンバーが一人でも勝ったらプレゼントいただけるんですよね。お約束します。頑張れ。一人でも勝てなかった時のこと考えておいてもらわないとね。ちょっとド S やん。これ負けたかな。勝てないな。どうだろうな。全然違うじゃないですか。まずは一人目に。じゃあ次は話しないや。カブトか。おお、カブトか。早そうだな。ね、めっちゃ早そう。じゃあ行け。ちょっとね、多分失敗したな。勝てるよ。頑張ります。うわ、もうすごいな。すごい。よし。あ、やっぱそうですね。危ない。頑張ろう。次。あと L2 押すとバイク乗れますよ。ダメダメ。バイクダメ。バイク嫌いじゃない。室内だから。頑張ります。バイクの方がかっこいいっすよ。めっちゃ睨んでる。いい感じ。超えたよ。お、本当だ。いいんじゃない？これもしやもしや。めっちゃ離れてる。早い。見えないよ見えないよ。なんかあるか。